なんでしょうかね、愛ということなんですけどね、それからだこそ、こう写真的にお頼りしていただく方が、なんか言われたり、相手を見ないと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 、相手を見ながら、あえて見つけたし、お客さんの頭の中には、褒めてもらう人を、そのことを考えられるっていう、日々の食卓にですね、お客さんのところを活かすと思いましょうか。お店の名前を見つけたら今、お伺いしたんですけれども、もしそれ以外のことで、まあ、お二人が、こういつもちょっと頭を思い浮かべてらっしゃるときとか、勝間さんの心を、まあ、面白いの他にもこういう場所としたら、どんなことがあるか。ゆっくり作業してみる、ゆっくり行動してみるっていうこと、かな。やっぱり、まあ、お料理するときもどんどん先のことを考えて、食べ切りながら次どういう分かって、あれしてこれしてってどんどん考えていくので、でも時間も何時まで何時まで作りたいと思うので、どんどん気が増えてきて、どんどんスピードを上げてしまうんですけど、そういう時なんか結構途中も息が止まってるような感じなので、気が増えちゃうんですけども、その時にちょっと作業をゆっくりやってみるっていうことをしたりします。全部できなくても、あとちょっとこの葉っぱをゆっくり洗ってみようとか、ゆっくりここだけゆっくり切ってみようとか、そんな一瞬でもそこをやるだけでちょっと気持ちが落ち着くというか、自分が今してることが分かるっていうのが、まず 今ここで私はそれをやってるんだみたいな実感が分かるというか、なんかそうするとすごい心が急いでるんだけど、その瞬間を心が落ち着くっていうのが、それがすごい心地よくて、あ、今私はここにいるんだなみたいな、そういう感じになるので、それを時々しています。初見さんがそのお米に対する時のその姿と共通するような感じがしますね。最初は全部だった。お米、おむすびだけじゃなくて、生活全部が